だからね、ママが奮発してこのちょっと高いピオーネとシャインマスカットのコラボレーションを買ってくれた。家帰ったらママが言ってた。薬だけ塗ってもいいかな。めちゃめちゃはちゃめちゃに痒くて耐えられん。薬塗ったら収まるわけでもないけど、冷水かゆいとこだけに。なんで家にいるのに5箇所刺されなきゃいけないのかわかんない。はい、では今日のご飯です。お肉頑張っ、今日はね一日も今日と昨日、今日と明日でもうストーチ PR 舞台のお仕事は、ストーチ PR 舞台としての、活動は終わりになるんですけど、このお肉でもう今まで以上にもっと皆さんにいいパフォーマンスをお見せできるように気合を入れすぎないで、ある程度こうやっぱ楽しく頑張りたいと思います。ではいただいちゃいたいと思います。いただきます。つけて、いただきます。ちゃんとね、ブロッコリーもあるので。なんか。このナイフの切れ味が悪いのかな。ブロッコリー、ブロッコリー。うん、もう7枚目シングルが皆さん決まりましたね。どんな楽曲になるんだろうね今回は。
うん、なお話し会が、お話し会なのかね、お話し会なのか、それとも直接会うお話し会なのか、どうなるんだろうね。でもやっぱりなんか直接会う方がすごい好きやけど、でもなんかやっぱオンラインならではのなんかことをしてくださる人とかもいるので、なんかそういうのがなくなってしまうのはちょっとなんか寂しい気持ちもするけど、でもやっぱり直接会いたいですよね。ね、みんなお外で配信、お話し会やってくれたり、とかね。皆さんのなんか家の感じとかキモいかもしんないけど、なんかこう見るの楽しかった。ジロジロ舐め回すように、歯に詰まりました、ブロッコリーの繊維が。へへ、元気ハツラツで、オンライン間違えてオンラインって言っちゃったよ私昨日。いやオンライン違うよってめっちゃ言われた。あれってなった自分も。なんだっけ、オーラミンか。
でもめっちゃ一緒だな。オーナミン。オロナイン。みかん、いいの違い？もうやっぱ一緒や。名前似てんのにさ、性能全然違うのすごくない？まあ、女には別に薬でも何でもないからだけど。今ね、最近アニメ見てるんですけど、またね、もう見たことあるやつばっか見るの。本当に今ね、イメールパティシエールをね見返してます。ほんまよ、女娘とかね見ろやって話じゃないよね。あ、コナン君見てないや。最新話見ないと。パティシエめっちゃ昔だよ。2013年とかじゃない？え？分からんけど、でもそれぐらいやった気がする。いやさ、なんかさ、もう見てしまったら終わりみたいな感じするやん。まあ絶対ハマるもん、新しいのとかって。面白くなってるわけ、面白くないわけない。ん、うん、いや本当にナースの対談早見ろって話よね。本当に私もめっちゃ見たい。でもなんか後回しにしちゃうんだよね。なんでかしら。たらー、リオの大好きなシャインマスカット、ありがとうございます。なんといううまさでしょう。これはやばいです。そしてこれピオーネです。これぶどう食べた、おいしい。やっぱママが一番おいしいね。なんかやっぱぶどうジュースとかあるけど、そうじゃない、やっぱこの状態がおいしいんですよ。
クのマスカットシェイク飲んでない。美味しい？なんかそういう系はさ、なんかミルク系でいいかなって思ったんよ。パピコのさ、パピコで今マスカット味でだったじゃん。あれもなんかいや別にそうでもないでしょとか思ってたんだけど、なんかユミコから一口もらったら結構美味しくて、あ、美味しいってなった。本当になんかやっぱ。フルーツ系の美味しさ、ミルク系のさ、あの甘ったるい感じじゃなくて、こうちょっとさっぱりした甘、ちゃんとでも甘さが入ってる美味しいアイス。アニジュースがいいの。あ、お子ちゃま何かな。今あれ飲みたい。ちょうどあの今さ、ハワイの期間やってるじゃん。でそれの商品なんだけど、ブルーハワイ、マックフィズのあのブルーハワイがあるんだけど、絶対美味しい。飲みたい。あれをスーパーとかコンビニで売ってほしい。カンカンとかに入れて、キャップついてる型のカンカン。ブルーハワイって何味って質問めっちゃ困るね。ブルーハワイ食べたことない？あのかき氷とかの、なんて言ったらいいんだろうね。甘い、甘いです。うん、甘いよ。なんか色的にはラムネみたいな、ラムネをもうちょっと濃くしたみたいな色で、味的にはラムネをもっと甘くした。あ、そうだだ、そうだだ。ん？なんか三ツ矢サイダーとかそういう、そ、真っ白なソーダじゃなくて、本当にこうソーダ。あ、違う違う違う、それは違う。ソーダ味。え？よくわからんかし、もうよくわからんかしだね。ソーダ。まあ、シロップの感じもやっぱあるから甘い。シロップって甘いじゃん、かき氷のシロップって。あれ、かき氷のシロップ入れてるかな。ほら、今後 STU はミュウミュウを押します。ありがとうございます。はやぶさん、はやぶささん、はやぶさ、はやぶささん、おたんめ、何歳？19歳。同い年。え、同い年だ。おめでとう。19歳になった感想はどうですか？今日何曜日？何日？
書いてた、はやぶささん。すごい、同い年がこんなに身近にいるだなんて。大学生ですか？19。私はあと何ヶ月だろう。9、10、11、12、1、2、3、あと7ヶ月あります。長い、まだまだまだ長いです。まあ、まだ18だけど、まあ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 、そうね。まあでも同じ年代の人、早生まれだから私ね。え、大学1年だよね。え、同い年だ。大学頑張ってますか？辛いかもしれないけど、オンラインとかね、頑張ってね。同級生同い、なんかさ、なんか同い、間違えた、なんか大学生っていうワードってすごくない？強いんだけど、なんかパンチ強くない？なんか私はなんか、うん、思います。そう、年齢、なんか大学生、え、大学生なる。え、私はね、私に向けては、え、もう大学生みたいな。あら、至る所がめちゃめちゃにかゆい。だってあれだよ、中学から入ってるからさ、早いなと思って。本当に時が経つのって、あっという間だ。あと5年、え、24歳。あ、でもいい年だね、それね、それぐらい。まあ本当に人生、本当何があるかわからないのでね、やっぱ急にあの方向転換する時があるかもしれないし、うん、はたまた一生 STU にいる可能性もなきにしもあらずなので、その時の自分の気持ちとかとね、羽ばたけずに一生っていう。まあ私は、まあ STU は卒業してこう羽ばたきたいっていう気持ちはやっぱありますね。ありがとう STU って感じで。
この STU で過ごしたこの期間を自分の人生の糧にして次のステップへっていう感じでね、したいですね、したいなって思います。商売ミュータンおっしゃってずっとそれでいてください。あ、昨日の昼公演で浴衣姿、ああありがとうございます。ミュータンのオルゴールセンターを歌わせていただきました。みんなあれ投げてくれてありがとう。ギフトいっぱい投げてくれて。そう、私ね一個箇所を間違えたところがあってー隣にあなたはいないのっていう歌詞だったんですけど、本番ではあなたは隣にいないのって言っちゃったの。逆になったと思ってやったなと思ってまあ意味はまだ合ってるからまだいいけどみたいな間違えちゃった。ギリセーフ。もしマジでニュアンスで覚えるタイプなので本当に急に歌詞がポンってなくなって新しい歌詞がパンってハマるハマるんや。それがもうわけわかんないのとかあるから怖い。練習大事気づいた人いやいるでしょう。いるけど別にそんな言ってない。2回目のね、なんかライブで浴衣を着るっていうことがやっぱなかったので斬新だなと思ったし、こうなんか夏をやっぱ感じましたね。浴衣を着てね、はい。では、私の朝配信はこれにて終わろうと思います。ありがとうございました皆さん。読みますと13位しんくん、12位ロコポコさん、11位ハルタン、10位しまくれさん、9位ユーポーさん、8位スノヒルさん、7位ノーノーさん、6位アキエセブン、5位がゾウちゃん、4位フサス世代最後モーさんありがとうございます、第2位がフォンター最高やったねありがとう、そして今日の第1位が元気くんです、ありがとうございます。今日はねちょっといや 3,4 分遅刻してしまったプラスでやっぱねお風呂上がりお風呂上がりだった。お待たせしてしまってすみませんでした。して今日は、ご飯素敵なステーキを
べて元気もりもりになったので、はい、もう今日明日の最後の PR 舞台活動気合を入れて頑張りたいと思います。みんなで最後のステージを楽しい素敵な思い出で終わりたいと思います。皆さんも見てください。 U-NEXT さんの方で配信がされるのでぜひぜひ見てください。そう、無観客で配信限定なので、ぜひぜひ配信で見守っててください。キリンさん、花束ありがとうございます。花束を羽のように丘を下り、優しい彼のもとへ。はい、では皆さんいってらっしゃーい。いってきます。またねー。